あなたは日本のレーザー技術力をご存知でしょうか。すでに世界屈指の成果を持っているのです。今回はそんな SF 未来なレーザーシステム技術について詳しく見いきますね。三菱と河合のこの技術力は世界屈指みたいです。護衛艦イスモなどの空撮映像を阻止できる技術があるのです。すぐにでも配備し、漏洩防止に使用できます。コスパいい、兵器は海外でも売れるんじゃないかな。日本の同志国には売り出ししてもいいのではないかな。韓国以外はね。まるで、SF の世界から飛び出したような兵器が出現しました。三菱重工業と川崎重工業が、防衛・セキュリティの総合展示会 DSEI ジャパン2023年3月15日から17日に、高出力レーザーを使った車両搭載型ドローン撃墜システムのプロトタイプをそれぞれ出展しました。ドローンの利用は、ロシア・ウクライナ戦争でも、メディアで、何回となく報道されています。近年、偵察や地域の情報収集などの軍事目的にドローンを使う事例は確実に増えているようです。ドローンはミサイルで撃墜もできますが、ミサイルは一機あたり価格が高額で、多数ドローンの撃墜に使うのは何とももったいないわけです。一方、レーザーなら電力があれば繰り返し発射できますし、発射時の騒音や火炎がないので、敵から発見されにくいというメリットがあります。三菱重工が展示したドローンについて紹介します。出力 10kW の固体レーザーを使用する撃墜システムで、レーザーには、加工などに使用されている固体レーザーの一種ファイバーレーザーを使います。中核には、キドルイ元素の YB、イッテルビウムをドープ、電化した光ファイバーを増幅媒体として利用する装置となります。レーザーの波長は金赤外域の1マイクロメートル帯で、射程は 1.2km ということです。同社のブースでは、ドローンの撃墜テストの様子を撮影したビデオも流し、実際に撃ち落としたドローンも合わせて展示したそうです。デメリットともなりかねない大気中の水分によるレーザー光吸収の影響に関しては、説明員曰く、ある程度の降雨では大きな問題はありません。ただし、霧やも、矢の影響については今後確認することになっていますということです。三菱重工が開発したシステムを説明します。内蔵している広角カメラと望遠カメラを使って的を絞り、飛行中の物体を広角カメラで捉えると、その画像を AI 解析してドローンを識別します。そして、レーザーと同軸に配置された望遠カメラでドローンを追尾してロックオン、レーザーを発射するということになります。上空を飛行するドローンに、レーザー光を正確に当てることが、重要なポイントになるでしょう。そのため、同社は、誘導ミサイル用に開発した画像処理技術を応用しているそうです。ウクライナ戦争では、ニュース映像などで、様々なドローンが実戦投入されていることはご存知ですね。これによって、戦場のあり方が大きく変わったと言えましょう。DSEI ジャパンでは、前述のレーザー装置はもちろん、無人機関連展示が注目を集めたと言われます。人的被害を少なくするためでしょう。三菱重工業の担当者によると、この高出力レーザー装置は、車両搭載型で、車内での研究が重ねられてきたそうです。過去2年ほどは、種子島で実証試験を繰り行ってきました。レーザーのように、エネルギーをターゲットに照射して破壊する指向性エネルギー兵器 DEW は防衛面からはコスト面で大きなメリットがあると言われます。例えば、イージス艦に搭載される迎撃ミサイルは一発あたり約40億円もかかるのです。これに対して、レーザー兵器は一回照射するのにかかるコストは電気代数100円程度とされます。電力が続く限り、ミサイルや弾薬の心配もないということなのです。三菱重工業は、社内研究を踏まえて、2021年11月、防衛装備庁と車両搭載高出力レーザー実証装置の研究施策の受注を、契約は8億2500万円で契約しました。2021年度予算で、防衛省は、車載レーザーシステム実証費用として28億円を計上しました。
将来の軽空脅威への効率的な対処が期待される高出力レーザーについて、現在継続中の高出力レーザーシステムの研究成果を活用し、レーザーシステムの車載化を実証するという説明がなされています。防衛装備庁と海自は、2023年10月17日、世界初のレールガン、電磁砲の洋上射撃試験を行ったと発表しました。防衛装備庁が開発を進めているレールガンを艦艇に搭載して実施したということです。防衛装備庁は、この洋上射撃試験の短時間の動画を、X、旧 Twitter に投稿すると同時にコメントを発表。内容は、従来の火砲を凌駕する高速度の弾丸で、空や海上の脅威から艦艇を守るため、レールガンの早期実用化を推進しているというものでした。レールガンについて説明します。レールガンとは電磁砲とも呼ばれますが、電気エネルギーから発生する磁場を利用して弾丸を撃ち出す兵器のことです。従来の火砲は火薬を用いていますが、それと比べると弾丸の初速が大幅に高めることができるそうです。つまり、高スピードが出る兵器ということですね。主な用途として想定されているのが、極超音速兵器ハイパーソニックウェポンズへの対処とみられます。同兵器は、音速の5倍というマッハ5以上の極超音速が出せるので、通常の弾道ミサイルより低い軌道を長時間飛翔し、任意のタイミングで、スピードや高度を変えることができる機動性も持っているそうです。すでに、中国とロシアが、アメリカより、先に第一線部隊に配備しているとか、実質的効果は確認されていないようですが、ロシアは、ウクライナ戦争で、史上初めて実戦で使用したと推測されています。極超音速兵器は、その高スペックゆえに、既存の防衛システムを突破する可能性のある大きな脅威とみなされ、世界各国が対応すべく技術開発を急いでいるとのことです。極超音速兵器の弾道のイメージを紹介しますね。弾道ミサイルは、発射後、高度 100km までの大気圏を越え、放物線を描きながら目標地点に着弾します。一方の極超音速兵器は、発射後上昇し、高度20から 80km 付近の低高度を変則軌道を描きながらターゲットに到達するということです。防衛装備庁によると、極超音速兵器に対する防衛では、迎撃側も極超音速で、会合点に向かって飛翔することが重要とのことです。レールガンは高速化のポテンシャルが高いので、火砲と比較して長い射程にも対応できる兵器です。例えば、アメリカの先行研究によると、200km 程度の射程も可能と見ているそうです。プラスのメリットは、誘導弾と比べて弾丸サイズが小さいので、探知、迎撃されにくい、発射薬がないので安全に運用できるなどです。そういった点から、対極超音速兵器として有効であると判断したとみられます。今から30年以上前の1990年、平成2年に、防衛装備庁は小型レールガンの基礎研究をスタートし、2021年までに、口径 40mm の中型レールガンの試作を完成させました。この試作では、火砲としては、高速な戦車砲の 1750m 秒を上回る弾丸初速 2000m 秒以上を目標に設定したそうです。すでに、2297m 秒約マッハ 6.6 の初速で、約 320g の重さの弾丸を発射できる能力を示しています。現在は単位ですが、実戦で必須となる連射や弾丸の飛翔時の安定性などの要素技術の確立が目標ということです。なお、今回洋上射撃試験に使用したレールガンは、研究試作をした口径 40mm のものとは別物と思われます。あくまでも憶測ですが、艦艇に搭載できる小口径版を開発した可能性も考えられます。これについて、防衛装備庁はノートコメントとしています。理由としては、射撃試験の細部やレールガンの使用を明らかにした場合、試験の規模やレールガンの能力が推測される恐れがあるためと言っています。無人攻撃機、ドローンを
遥かか彼方から撃ち落とす時代になり、効率的ではありますが、手を汚すという自覚なしに、他人の命を奪えるようになったわけです。顔も名前も知らない人をボタン一つで殺してしまうというのは、なんとも恐ろしいものではないかと思うのはセンチメンタルなのでしょうか。日本が次期戦闘機開発でイギリスとイタリアとの共同開発中ですが、取り沙汰されていたようにサウジアラビアが GCAP に熱視線を注いでいるという情報があります。今回は F-35 戦闘機を超える戦闘機開発にサウジアラビア参戦で赤信号点灯かについて見ていきます。やっぱりオイルマネーが欲しいイギリス、何でもありでしょうか。現在、航空自衛隊が運用している F2 戦闘機の後継機種として開発が進められている次期戦闘機ですが、イギリス及びイタリアとの共同開発によるグローバル戦闘機プログラム GCAP が立ち上げられ、推進させるための3カ国政府機関として、グローバル戦闘航空プログラム政府間機関 JIGO が設立されることになりました。2023年12月14日に3カ国が署名したそうです。このジャ、以後の設立条約は、2024年5月、衆議院で可決されていましたが、6月5日の参議院本会議でも与党多数ですから、あっさり可決されました。これによって、日本の次期戦闘機開発が、次の段階へ進められることになったのです。次期戦闘機については、当初、これまでのように、空自にはアメリカ製戦闘機を導入するか、F2 戦闘機のように、アメリカ製戦闘機を土台に開発された戦闘機を運用してきましたが、そのせいで日本の国情に合わせた自由な改修もできず、アメリカの戦闘機メーカーに高額な改修費用を支払わなければならないという問題が生じていました。この苦い歴史があったので、次期戦闘機は15から30年後における将来の航空優勢に必要な能力に次世代技術も適用できるゆとりある拡張生産自国における改修の自由度が高い。4国内企業が関与できる5開発及び取得のコストが安いなどの観点で検討が進められたのです。そして2018年12月18日、内閣閣議で新たな防衛計画大綱と中期防衛力整備計画が決定された際、中期防において F2 戦闘機の後継機については、将来のネットワーク化した戦闘の中核となる役割を果たせる戦闘機を取得するとした上で、そのために必要な研究を推進すると同時に、国際協力を視野に、我が国主導の開発に早期に着手すると明記されました。海外の既存戦闘機を導入する案は、技術上及び価格上でのデメリットが多いと見られたため、国際協力の可能性を含ませた上で国内企業が主導して開発を進めるという方針になったのです。2020年10月、当時の岸防衛省が三菱重工業を開発したいとして正式に契約を結んだことを明らかにし、他に三菱電機、IHI、川崎重工業、スバル、東芝、富士通、日本電機、NEC の7社が次期戦闘機開発計画に参画することを発表しました。そして、開発センターが愛知県豊山町の三菱重工業小牧南工場内に開設されることに決定したのです。同時に、海外における協力企業の選定も進められ、技術提携先として、アメリカのロッキード・マーティンとボーイング、及びイギリスの BAE システムズの3社が候補とされました。当初は、
これまで航空自衛隊で運用してきた数々の戦闘機や F-2 ニラプターや F-3 ゴライトニング2など第5世代ステルス戦闘機を開発、製造したロッキード・マーティンが有力視されていましたが、かつて F-2 戦闘機開発で F-16 ファイティング・ファルコンを土台にするようにアメリカ側から強要された結果、中核的技術情報をブラックボックス化されたため、自由に事情に合わせた回収ができなくなった過去がありました。次期戦闘機でも、同様の状況に陥る危険性を指摘する声が上がっていたのです。また、アメリカ軍は、F-2 にや F-35 などの後継となる戦闘機開発について、有人機の開発を進めることに懐疑的で、ロッキード・マーティンが、日本との技術提携に乗り気ではないこと、アメリカ側の戦闘機に対する要望が、日本の次期戦闘機開発計画とは方向性が異なるので関連性が低く、連携による開発が期待できないなど、問題視されるが項目が多く、政府と防衛省は、それまでの方針を転換し、イギリスの BAE システムズを海外の開発支援企業とすると、2022年5月公表しました。イギリスは、現在運用しているユーロファイタータイフーンの後継機となる第6世代ステルス戦闘機テンペストの開発を日本と同じタイミングでイタリアなどと共同で進めています。さらにイギリスとはレーダーやミサイルなどで共同開発が進められていたことが決め手になったのでした。2022年12月9日、日本、イギリス、イタリアの各政府から GCAP の立ち上げが発表され、日本が進めてきた次期戦闘機開発計画とイギリスとイタリアが進行させていた BAE システムズテンペスト開発計画が統合され、3カ国共通の戦闘機を共同開発し配備する計画であると発表されたのです。GCAP に参画する各国の企業を紹介します。日本は三菱重工が主契約者となり機体を担当。エンジンは IHI、三菱電機が電子機器を担当するそうです。イギリスは、機体は BAE システムズ、エンジンは、ロールス・ロイス、ミサイル開発を、MBDA、電子機器は、イタリア企業のレオナルド S.P.A. のイギリス法人が担当することになりました。イタリアは、レオナルド S.P.A. とアビオエアロが開発に参加します。2023年12月14日、日本、イギリス、イタリア各政府は、GCAP の推進、管理を行うための国際機関として、以後、グローバル戦闘航空プログラム政府間機関設立の条約に署名したのです。イギリスとイタリアは、この GCAP について完成した戦闘機の製造機数を増やしてコストを下げるために、輸出を積極的に行いたい意向があるようです。イタリアのレオナルド S.P.A. のロベルト・チンゴラーニ CEO などは、将来的に開発計画に参加する国が増える可能性を排除すべきでないと述べていますから、GCAP の参加国が拡大する可能性を示しているようです。それに関連して、イギリスのフィナンシャルタイムズ紙の2023年8月11日付の記事では、中東のサウジアラビアが GCAP に参加を希望しているという報道があったため、各方面に波紋が広がっているようです。サウジアラビア空軍は、ユーロファイタータイフーンを導入して運用しています。その際、同機を国内で組み立てる要望をしたという経緯がありますし、イギリスやイタリアとは、軍事面以外においても結びつきが強いとされているので、オイルダラーという強大な経済力を持つサウジアラビアが、正式に参画希望を表明すれば、間違いなく賛成すると見られているのです。GCAP で開発される次期戦闘機の1機あたりのコストは、様々な見方が出ていますが、次期戦闘機を含めた第6世代戦闘機では200億円を超えるという見方が大勢です。庶民とすればとんでもない金額に感じるのですが、近年の戦闘機価格は第5世代ステルス戦闘機 F-35 でも200億円近い金額です。無人機との連携など第5世代戦闘機にはない機能を追加し、より高性能な次期戦闘機は200億円をはるかに超える金額と想定されているため、GCAP への参加国を増やして製造機数を増加させることでコストダウンを図る意図があるのでしょう。しかし、イギリスやイタリアと違い、防衛装備移転三原則により、戦闘機の輸出が制限される日本は、
GCAP の参加国が増えることについては、さほど積極的には出られないのですね。政府関係者がやきもきしても。そこで、日本政府は、お得意の抜け道を思いつきました。2024年3月26日、次期戦闘機輸出について、自民・公明両党の合意に基づき、歯止めを設けた上で、第三国への輸出を容認する方針を決定したのです。歯止めの内容は、輸出を容認する対象が次期戦闘機のみで、輸出先は、日本が、防衛装備品の輸出などに関する協定を結んでいる国に限るとしています。さらに、戦争や紛争など戦闘が行われている当事国には輸出しないとしています。日本は、2024年3月時点で、サウジアラビアとは、防衛装備品の輸出協定を結んではいませんが、協力という合意は得られているので、協定を結ぶことに支障はないとしています。しかし、そのサウジアラビアは、イスラム教シーア派などへ武力行使を実施しているのは事実ですし、紛争当事国とみなされる可能性も高いのです。イギリスやイタリアがサウジアラビアへ輸出することは、容認できても、GCAP への参加を認めるのは難しいだろうと推測されているようです。